はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。いや、もう10月ですね。1年もあと少しです。というかね、冬込み近くないですか？少し前に夏込みをやったばっかっていう気がするんですよね。ということで、9月はいかがお過ごしだったでしょうか？まあね、もう本誌のね、ヒーローアカデミアがもうめちゃめちゃこう、ネット界隈でも騒がれたりとか、まあ、ルロニケンシンのアニメ化が発表されたり、異世界おじさんがアニメが止まったり、ハンターハンターの新刊が発表されたり、エルデンリングのギャグ漫画が始まったり、まあね、先月もいろいろありました。ということで、毎月恒例の9月に購入した漫画の紹介になります。構成はこんな感じですね。1、9月に新しく出会った漫画の紹介ですね。今回ね、こちらでなんとびっくり10作品ほどあります。すごい豊作です。で、その2、もうその他の新刊一挙紹介ですね。で、3、ピックアップ漫画の紹介。で、4、感動漫画ベスト3となってます。それぞれですね、タイムスタンプを制作しておきます。ので興味のある場所に任意に飛んでいただければと思います。それでは行ってみましょう。まずは今月新しく出会った作品の紹介になります。こちらですね、星使いのセレナですね。1巻2巻です。こちら新しく出会ったということで、まあらすじからいきますか。街のみんなを取り戻すため不思議な世界を大冒険ってですね、星使いと星座の力を宿す星獣が暮らすピコの街を災厄が襲った。街の人々は石のように動かなくなり、星獣も世界各地に追わされて行方不明になってしまう。災厄を免れた少女セレナは、鍵を使うと特定の場所に移動できるドア君と共に星獣を探す旅に出る不思議な世界を巡る王道ファンタジー開幕というお話になってますね。不思議な国のアリスのような世界観ですけど、もうシリアスなところがね、しっかりそのシリアスで締めてくる、まあ、不思議なバランスの作品になってます。とはいえ、なんといってもね、自分はね、絵ですね、絵。なんかね、すごい、まあ、表紙から見てもわかると思うんですけど、こう、なんか今風ではないんだけど、今風のこのクオリティにこう落とし込めてるというかね、なんていうかその、すごい不思議な世界なんだよね。はるか昔の絵柄が今の時代に適応したかのようなすごく上手なデフォルメっていうのがね、なんか世界観にすごくマッチしていて、不思議な魅力を感じています。ちょっとね、おすすめする相手に悩んでしまう作品なんですけど、自分はまあこれも時代の一つかなって感じてますので、楽しく読ませていただこうと思います。異世界ありがとうですね。他の漫画好きさんから紹介されて購入した作品ですね。あらすじはこんな感じです。ここにまた一つの新しい異世界が生まれた。同窓会で知り合ったばかりのアラサーオタク男子2人が転生した。1人はお調子者で、1人はクールな感じ。2人はこの異世界を…楽しむことに決めた。RPG ゲームにおいて魔王を倒すことではなく、魔王を倒しに行く旅そのものを楽しむのと同じように、あるいは2人は魔王を倒しに行きすらしないかもしれない。っていうお話ですね。ここ数年、その異世界転生系がかなり多くなってきて、大体はそのお約束を踏襲する内容が多い中、まあこういうね、その異端児的な存在っていうのが生まれてくるのは、まあ必然なわけで、自分はね、そういった作品すごい好きなんですよ。その例えばですね、まあ異世界おじさんですとか、ライドンキングですとか、まあ私の息子が異世界を転生したっぽいとかですね、まあそういった一味違う、その異世界転生作品を味わいたいって思ってる人にお勧めできる作品でした。すごく面白かったです。2巻すごく楽しみです。で、次はこちら。デレン。高度に発達した医学は魔法と区別がつかないですね。2巻の普通じゃない、あの、こっちですね。こっちの表紙の絵に惹かれて購入しました。ほら。見てわかりますこれ。ほら。この普通じゃないやつ。そうです。顔にね、目がいかないんですよ。顔が暗い。なんで？普通ね、その表紙の絵としてありえないんですよ。その逆光気味の絵柄って。目が行く場所っていうのがない絵っていうのは、見ての通り、あの絵としての印象っていうのがね、かなり薄くなっちゃうんですよ。だから本来はありえないチョイスだったりもするんですけど、かといって、その苦し紛れに置いたっていう感じもしないんですよ。これほどその完成度の高い作品であれば、その作家の意図だけで、この表紙を決めるってことはね、多分できないと思うんですよ。それなのに、もうね、明らかにその商品としては外れたチョイスをしているこの表紙っていうところに、もう逆にね、もう逆になんかね、作者というか、もう関わってる人たちのそのこだわりのようなものを感じて、これは普通の作品じゃないんじゃないのっていう判断をして購入に至りました。まあ、内容はね、まあ、どうですかね。まあ、自分は好きなんですけど、こうバッタバッタと敵をなぎ倒したり、まあ、ホイサホイサって感じでその展開が進んでいくっていうようなものでもないので、ちょっと人は選ぶかなとは思ってます。あのうんちく好きな人には合うのかもしれないですね。はい。返事がないただの魔王の屍のようだ。まあね、タイトルの通りですね。勇者が魔王を倒しちゃって、悪シスターが仕事がなくなったーっていうノリで、魔王を復活させちゃおうっていうお話です。もうね、絵柄がすごくね、勢いがあって思わず買っちゃいました。ちなみにこれ2巻完結です。もうね、その終始一貫してハイテンションでもう走っていくので、もうね、何も考えずにね、サクッと読める内容になっていますが、まあ、おすすめできるかっていうと、
これ以上は言うまい。遊園地、バキ、ガイデン。これめちゃくちゃ良かった。まさかね、久我十名がね、がっつり出てくるとはね、思ってもいなかったんで、もうびっくりした。もうね、バッチリその、バキの世界にも絡む内容になってるなっていう風に印象があるので、本当にね、すごいたまらんす。てかね、バキ風の漫画っていう存在が許されるのってさ、昔で考えるとかなり異常な光景なんですよね。だってさ、漫画ってさ、そのある意味作家にとっては自己紹介、自己表現のようなものだと思うんですよ。それなのに、その絵柄や小回り、まあ、その他のその表現の、ま、一部、まあ、何割かを、既存の作品に寄せて、さらにはここまで完成度高く仕上げる。そんなね、その職人気質、そのプロフェッショナルを感じる存在っていうのが、こう、感情をターゲットにした漫画っていう媒体で、許されて受け入れられてるっていう現状っていうのはね、なんかすごいことだなって、正直、感動しました。もうそのバキ好きの方には文句なくお勧めできる、すごくいい作品だと思います。あ、これはすごいね。山口翼、短編集。ヌードとモデルってかな、ブルーピリオドの作者の短編集ですね。こちら後で改めて紹介します。知人幻冬舎ですね。いろいろな知人からお勧めされて購入した作品です。江戸時代山あいの集落門野には、五月姫と呼ばれる巫女がいた。よそ者ながら巫女の護衛役を務める青年陣太は討伐に赴いた森で遥か未来を語る不思議な鬼に出会う。江戸から平成へ刀を振るう意味を追い続けながら途方もない時間を旅する奇人の物語だそうです。自分これ全く知らないんですけど、本当になんかおすすめされて、今日ね、いろんな人からおすすめされたんですよ、この作品を。なので、一巻を試しに買ってみました。いやー、これね、すごい。まだ一巻しか自分読んでないんですけど、これ綺麗すぎやしないかいって感じた。境遇とか世界とか、あとまあ登場人物のその配置とか展開、もうね、本当にね、すごくいい。わかりやすいし、先が気になる。本当になんていうかね、もう自然にスッとニュートラルに、最後まで急にもう、シューッと、ね、読んじゃった。すごく、ね、読みやすかったです。素晴らしい。シナリオだけではこうはいかないし、漫画だけでもこうはいかない。もうね、そんなにね、そのハイクオリティな漫画作り、画面作りじゃないんですよ。でもね、構成って言えばいいのかな、作品作りって言えばいいのか、まあ、演出って言えばいいのか分かんないですけど、そういったそのこの一冊の作品という面で見てすごくなクオリティが高いのかなっていう風な感じはしました。まだ一巻しか読んでないんですけど、まあ、おすすめできるかどうかはちょっと分かんないんですけど、自分はすごく先が楽しみになりました。多分これね、まあ、世間的に評判もすごくいいから、きっと素晴らしい作品なんだろうなって、そういう予感をさせるいい作品だって感じました。アコとバンビですね。自分はその基本作者買いはしないつもりなんですけど、これは思いっきり作者買いです。堀さんと宮村くんの作者のヒーロー先生の最新作になります。まあネタバレはね、何もすまい。正直ね、ヒーローさんらしい独特の空気で登場人物たちの日常を描いた作品になっています。2冊一挙に発売したっていう点、読んだ感触的にも2巻完結なのかなって思って読んでたんですけど、まだ続くようだったので、ほっと一息です。ヒーローさんはね、もう好きなら何も悩まず買っていいんじゃないのって思う。まあ、それで自分に合わなければしょうがない。まあ、そんなもんかなって思います。で、次はこちら。夜な夜な夜なですね。これね、かなり衝撃的でした。本当に買ってよかったです。後で紹介します。最後に新米おっさん冒険者、最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になるですね。4冊しかないんですけど、まあ1から6まで買ってます。なんかね、ピッコマで1話ずつ読んでて、最新話まで読んで我慢できんって言って買っちゃった。もう内容は普通です。本当にもう最強パーティーに鍛えられたおっさんがもう超強くなって、ただただその現実世界に降りてくるっていう、よくある話ですね。よくある話なんだけど、なんかね、自分好きなんだよな。こう、テンションというか、まあ、絵柄も好きなんですけどね。まあ、内容はね、もうみんなが想像した通りの内容だと思います。はい。ピッコマとかで、少し読んでいただいて、気になったら、ぜひとも一度読んでいただければなと思います。はい、ではですね、ここからは、いつも通り購入作品の紹介になります。まあ、いつも通りですね、早送り推奨になってます。まずね、こちら。でーん、クローマン2巻ですね。すごい。ちょっと後で紹介します。こちら、魔女と野獣ですね。これもね、やっぱね、すごいと思うわ。もうなんか、まあ、すごいって評価するのもな、どうかなと思うわ。もうね、評価の対象から外していいかもしれん。そして、これはいつも通り、殿堂入りに入っちゃうやつですね。転生したら、第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。相変わらず面白いですし、ぜひとも漫画アプリで読んでください。マージナルテイラー、ダブって買っちゃいました。ごめんなさい。ちなみに3巻完結です。まあね、長くは続かないかなと思ったんで、まあまあまあ3巻完結も自然かなと思います。ただね、まあ独特の世界だったし、まあ登場人物、まあお姉さんとね、主人公ですね、両方ともすごくいいキャラクターなので、自分は面白かったかなと思います。ただね、おすすめするかっていうと、それはまた別の話って感じですね。陣内図の8巻、めちゃくちゃいいですね。本当に好き。ただまあちょっと強烈な描写ではあったね。少年ナビスの10巻。もうね、疲れた。俺は疲れたよ。はい。
まあ、これからも使い続けるんでしょ。ブーツレグ3巻めちゃくちゃ良かったです。見てください、この分厚さ、めっちゃ分厚いっしょ。読み応え抜群でした。僕の心のやばいやつ7巻、ちょっとこれね、多分先々月買ったんですけど、先々月に買ったやつの一覧に自分多分入れてなかったんで、今回改めて入れました。はい、もうね、やばい、アニメ化おめでとうございます。てかね、遅すぎたぐらい、よくまあここまで貯めたなって思いました。で、その奇跡怪人形は恋をする10巻、いやー面白かった。もう初っ端から面白かった。ぶっちゃけ1話のね、このジュジュさんのこの妹さんに対するね、この感情最高でしたね。処刑された賢者はリッツに転生して侵略戦争を始めるですね。こちら今ね、ちょっと、ね、連載止まっちゃったっぽいんだよな。まあ残念だけど、ちょっと楽しみにしてます。この世界は不完全すぎる。いやー、どういう展開？ NPC ってさ、いやーすごいね、なんかね、不思議な、本当に不思議な世界です。相変わらず安定してます。スーパーカブの7巻ですね。相変わらずしっとりしております。魔法使いの嫁18巻、アニメ化か、一応見ようかな。あとね、もう一回1巻から読み返してもいいかな。だいぶね、雰囲気重視の内容になってきたから、ちょっとね、世界観をもうちょっとね、追っていこうかなと思います。で、姫騎士は蛮族の名4巻、もう4巻ですね。この人はもう永遠に自分を応援し続けます。雰囲気もいいしね、やっぱね、こう世界が独特なんだよね。キャラクター生き生きしてるし、まあ本当にあの独特の世界観なんで、ぜひともなんていうか興味がありましたら一度読んでほしいかなって思ってます。そしてディノさんですね、恐竜プラス動物園、すごく面白いです。そしてバキドウ14巻、いやー君誰ってキャラクターが出てきたけど、まあ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 、今後どうなることやら。そして理想の紐生活の15巻、やっぱ好きだね。好きだけどさ、もっとさ、たくさん読みたい。これは本当にそう思う、たくさん読みたいわ。バレットファング2巻、宇多田ヒロユキさんの作品ですね。すごくすごく映画うまいです。めちゃくちゃ映画うまい。こう人の体を描くってことに対してはもう究極だね。そしてフェイトアポクリファー13巻、いやーいい展開だよ。てかね、キャラクターがみんないい。うちの小さな女中さん3巻ですね。はい、相変わらずまったり読ませていただきました。視聴リエクスペリエンス27巻、めちゃくちゃ面白かった。次の巻が本当に楽しみ、本当に楽しみ、本当に楽しみ。っていうかアニメ化しないのかな、これ難しいか。雨と君と4巻、いや素晴らしい作品だと思います。自分大好き、すごい和む。で、紫4巻、おめでとうございます。4巻、あ、なんかね、以前ね4巻でおしまいって噂あったけど、なんか無事4巻を超えて一応5巻で終わりってお話ですね。いやいや、でもね、まだ終わってないから。4巻で終わりって言って4巻で終わんなかったんだから、5巻で終わりって言って5巻で終わんないかもしれないよね。ですよね。楽しみにしてます。君は放課後インスモニアの10巻ですね。まあ何を言うでもないでしょう、素晴らしいと思います。不滅のあなたへ18巻ですね。こちらアニメに行き始まりましたね。もうね、漫画の方はもうどうなんのって感じ、わからん。はい、素晴らしい作品です。ついのタイマシー6巻、はい、最高っす。で、夜更かしの歌13巻、もう最高です。スタンドアップスタート8巻、いやーいい展開してるよ。そして、あ、これ今自分一押しかもしれない、最強の支援職魔術師である俺は世界最強クラウンを従える。自分も本当に大好き。次の巻楽しみだな。これ何回読んでもいいわ。主人公最高、ルルーシュみたいで、こちら超人 X ですね。4巻、アリスさんちのいろりばたですね。まあいいんじゃないかな。そして、ケンガンオメガの14巻。好きですね。竜と1号9巻。やっぱ未だに最新話をずっと漫画アプリで読んでる。好きですね。先生、今月どうですか？ 3 巻。とても良いと思います。茜刺すザクオの都。結構ね、その日本とは違う世界っていうのを表現してる作品なので、旅漫画ではないんですけど、その海外っていうのを、こう、漫画目線で見れる、すごくいい作品と思います。自分結構好き。推しが武道館に行ってくれたら死ぬ。9巻。いやー。もうこの人の作品は淡々とずーっと読ませていただきます。スクリーブルース3巻ですね。もう素晴らしいと思います。これマジでね、森かおるさん好きだったら絶対買った方がいい。もうね、息遣いが聞こえる、すごいいい作品だと思う。一番好きかもしれん。一番言ってたけど、すごい好き。はい、ということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16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 ,16,15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 ,
らいかな、57冊ぐらいと今月は出会うことができました。いや、感謝感激ありがとうございます。はい、次はですね、ピックアップ作品の紹介になります。後のランキングのコーナーには入っていないんですけど、まあ、それでもね、やっぱ紹介した方がいいかなって思う作品をピックアップします。今回ですね、こちら紫ですね。またかよって思わないでください。以前も何度か紹介させていただいた作品なんですけど、今回もね、もう祝4巻発売ということで改めて持ってきました。いや、もうね、なんというかですね、その何を書いてるんだろうって思わざるを得ない漫画なのかなって思います。
もうね、芸術とか宇宙史人間の歴史みたいな。そのね、そのダンスの枠に、その到底収まらないような、もうね、何かを書こうとしてるってことは感じます。けど、何を書こうとしてるかは、もう理解をしようとすることすらね、なんか無粋なのかなって思っちゃいますね。もうね、ただ見て、ただ感じるっていう、その、すごく不思議な感覚っていうのを、感じさせてくれる、他に替えの効かない、まあ、個人的にはすごく好きな作品になってます。まあね、これはね、ちょっとね、謎作品すぎるし、もう本当にこう、なんか絵からこうエネルギーを感じてほしいので、できれば紙で読んでほしいなって思う。でもこれね、一回り大きくてもいいと思うわ。B6 ですらね、小さいかなって思っちゃう。もうぜひともね、紙で読んでほしいと思います。これね、電子だと、やっぱね、一歩距離を置いて読んじゃうのかなって思ったりもします。はい。そのぐらいにちょっと不思議な作品です。まあ、5巻完結ということで、楽しみにしてます。はい、ということで、今月の感動ベスト5になります。このコーナーはですね、自分が9月に出会った漫画で、もう一番で心が揺さぶられた作品っていうのを、独断と偏見で選んでおります。例えば、大笑いをした、涙を流した、ハラハラした、そんなね、その自分にとっての、その感情の揺れ幅っていうのが大きかった作品っていうのを選んでます。それでは行ってみましょうという前に、まずはね、今回の、ね、購入物の中ではすでにその殿堂入り作品っていうのがあるので、そちらを先に紹介します。その殿堂入りっていうのは、その自分の中でもあまりにも面白すぎて、これをランキングに入れてると、毎回毎回ランキング上位っていうのがもうなんか決まってきちゃうよっていう作品たちがあるんで、まあ、そこら辺をあえて殿堂入りにして、こう分けてますね。ということで、9月に発売して殿堂入りしてる作品はこちらですね。しおりエクスペリエンス、魔女と野獣、転生したら、第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。僕のこのやばいやつ、少年アビス、夜更かしの歌、最強の支援職魔術師である俺は世界最強クラムを従えるですかね。こちらが今現在に、殿堂入り自分がしてる作品ですね。一番注目作品はこれかな。魔術師。もうね、本当に好き。もう最近ね、しょっちゅう言ってるから、もうまたかよって、まあこれも言うと思うけどね、まあしょうがない。本当に面白いもん。すごい好き。絶対これ今後来るでしょってやっぱ思っちゃうよ。その今後来る作品をあげてくれって言われたら自分はもうこの作品をね、やっぱ押しちゃうっていうぐらいにすごい好きな作品になってます。ということで、いきますか。ランキングです。まず、5ですね。こちらです。鬼人幻冬舎一巻ですね。まあこちらはその新作紹介でもう説明を終わっていますので、ここではこれ以上何を言うでもないですね。もう次に本屋に行ったら2巻3巻を買ってきます。ではナンバー4ですね。ナンバー4はこちら。ブーツレグ3巻です。じわりじわりとその世界が広がってってるって感じがするんですよ。1巻ではブーツ、2巻では合体、そして3巻では足運びっていうね、もうね、やってることはシンプルなんだけど、それが読んでいてね、その分かりやすくて楽しい。っていう本当にシンプルな話なんですよ。でシンプルな内容だからこそ想像がしやすくて、想像がしやすいからこそ作者はその想像っていうのを超えやすいのかもしれないですね。終盤の展開っていうのはマジ胸熱だった。うわって思った。安田涼人先生のこう手のひらの上でこうコロ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 転がされてるんだろうなーって錯覚を覚えますけど、ね、まあ仕方ない。次の巻もね本当に楽しみにしてます。ブーツレグ3巻おすすめです。で次クロマンですね。まあランキングに入れるべきかどうか悩んだよ。正直ね、ぶっ飛んだ作品です。おすすめしません。まあね、これ以上他メディアの展開っていう話もしないでしょう。でもね、自分は好きなんですよ。そんなね、もう不思議な立ち位置の作品になります。まあね、おすすめできる点はキャラクターが喋ってることですね。キャラクターが叫んでくれてるんですね。キャラクターの慟哭っていうのを見れる作品かなと思ってます。でおすすめできない点は救いがないところです。やっぱね、こういう救いがない、こう、スラム的な目線って言えばいいのかな。すごくね、絶望に裏打ちされた世界、美しくないんですよ。なので、まあ、正直見る人は選ぶかなーって感じはしますね。アドーとか、まあ、古きニッチな作品が好きな人には割と刺さるかもしれません。自己責任で読んでみてはいかがでしょうか。クローマンですね。個人的にはすごい好きだけど、おすすめはできないです。で、ナンバー2はこちら。デレン。でかいでかいでかい。ヨナヨナヨナです。この表紙見た瞬間にすごい気になっちゃって買ったんですよ。めちゃくちゃ良かった。もうね、シナリオもいい、世界観もいい、絵もいい、漫画もいい、表紙の絵も、紙質もいい。もうね、文句もつきようのない、これ、ね、自分の趣味にね、ズドーンとぶっ刺さった作品だなと思ってます。もうね、初めはこのサイズにびっくりしたんですけど、もうね、十分というかね、十二分、正直。もうこのサイズじゃないときつい。これがね、英語とか B6 ってあんま想像できない。もうこのサイズでいいよ、本当に。このサイズが作品として必要なサイズなのかなっていう風に感じるぐらいに、自分はもうね、納得感がある内容でした。まあね、唯一気になるのは、これね、
どこに保存すんの？自分本棚にこの大きさの本入る場所ないんだけど。って感じですね。画集とかに合わせて入れるしかないのかなって感じがあります。ということで、ような、表紙が気になった方はね、ぜひ読んでいただければ幸いです。表紙が気になったら大丈夫。表紙イコール中身って考えてもらって大丈夫です。はい、では次はナンバーワンですね。何でしょうか。こちら。ブルーピリオドの山口翼先生初の短編集、ヌードモデルです。まあね、最高でした。が、だいぶ破壊力があります。面白いかどうかって言ったら、もっともっと面白い作品がいっぱいありました。先月ね、いっぱい出会いました。でも、感情の振れ幅っていう点ですね。衝撃を受けたっていう、あ、これはみたいな。そういう風な感情を受けたのは、この作品が一番強かったような気がするので、これは1位に上げさせていただきました。もうね、正直ね、漫画にその気分転換っていうか、もうポジティブっていうか、そういったその消費的な付き合い方をしたい方にはお勧めできない作品になってます、これは。本当にね、強烈だった。もう自分がね、こう傷つく覚悟もいるかもしれない。そのぐらいですね。もう何を言うでもない。このね、ブルーピリオドが好きであれば、多分大丈夫ですが、ブルーピリオド以上に読者を殴ってくる作品なので、自己責任で読んでいただければと思います。山口翼短編集、ヌードモデル。めちゃくちゃ、おすすめです。ということでいかがだったでしょうか。9月に購入した漫画の一覧でした。今後もですね、その古い漫画、新しい漫画問わずですね、その大事にしたい漫画っていうのをたくさん紹介していきますので、もうおすすめの漫画や気になる漫画などありましたら、もうぜひコメントとかいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。